馬肉混入の問題を受けて商品を撤去したと伝えるテスコの張り紙馬肉混入問題は2013年にイギリスやアイルランドで牛肉を使用したものとして販売された食品に馬肉が混入していることが発覚した問題である当初は馬肉を食べる食のタブーに関わる問題として注目されたが生産地の偽装が合わせて発覚したり 食品に意図しないまま化学物質が混入される可能性が生じるなど食の安全性に関わる国際的な議論に発展した。馬肉はヨーロッパうちでも食べる国と食べない国が存在する。イギリスやアイルランドでは馬肉食を特にタブー視しており、両国内における馬肉の流通量は限られている。一方、フランスやオランダ、オーストリアでは馬肉は食べられており、オランダでは 一般のスーパーマーケットでも入手可能。オーストリアでは馬肉料理を出すファーストフード店もあるほど一般に流通している。2013年1月15日、アイルランド食品安全庁は牛肉を使用したものとして流通していたハンバーグなどから馬の DNA が検出されたと発表。改めて調査が進められた結果、テスコなど大手スーパーマーケットなどで流通していた。 加工肉の多くに馬肉や豚肉が混入されていたことが発覚し、商品が自主回収される騒ぎとなった。同年2月11日、イギリスの食品基準庁は、フランスの大手冷凍食品メーカー、フィンダス社製のビーフラザニアの中に、ほぼ馬肉100%で作られたものがあったと発表。人体に有害な動物用医薬品フェニルブタゾンが含まれている可能性を示唆し、 消費者に対して食べないよう呼びかけを行った。ラザニアに用いられていた馬肉はルーマニア産で複数の国の業者を手を経てフランスの加工業者の手に渡ったものと判明している。問題は馬肉以外にも拡大している。2013年3月15日、ノルウェーの食品安全当局はノルウェー国内の業者が販売していたイスラム教徒向けの羊肉から イスラム教では近畿とされている豚肉が5から30%混入していることが発覚、業者を告訴する事態となっている。2013年4月16日、欧州委員会は EU 全域で行われた食肉の DNA 検査の結果を発表した。牛肉入りと表示されていた製品の 約5%に馬肉が使用されていたと見られ、域内では偽装表示が横行していたことが明らかになった。また、馬に使用される鎮痛剤で人体に害を及ぼす可能性のあるフェニルブタゾンも調査した食品のうち0.51%の商品から発見された。5月23日、オランダ検察は混入問題に関与した主要人物とみられる。 食肉卸売業所有者二人を偽装表示して販売したとして逮捕。欧州の馬肉混入問題、ルーマニア産の疑いを同国政府が否定。アフプブニュース、http www.afpub.com、ア<タッ>ーティクル、ディザスターアクシデンツ、クライム、クライム、292万7279。 10269,2862013年2月12日、閲覧。ビーフバーガーに、馬肉や豚肉混入へと、アイルランド。産経ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jp。msn.com ワールドニュース13116。13, e, happy, 十三兆百十六億千四百三十万四 n1 htm 2013年2月12日閲覧。バニクバーガーに続き、バニクラザニア、英国で大きな波紋。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.aftbb.com スラッシュアーティクルスラッシュ life-culture スラッシュライフスラッシュ2926511スラッシュ102418092013年2月12日閲覧。佐藤正宏。今度は、イスラム教徒向け、洋肉に豚混入。 読売オンライン、httpww. 読売、cojp、ワールド、ニュース、2013316-ht00487、htm2013 年3月16日、閲覧、EU 馬肉混入問題、牛肉製品全体の約5%から、馬の DNA。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a f p, p b b c o m スラッシュアーティクルスラッシュ life-culture スラッシュライフスラッシュ2939155スラッシュ105934982013年4月20日閲覧。バニック混入問題、オランダ企業の所有者ら逮捕中心的人物か。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュ、e、アーティクルスラッシュエコノミースラッシュ2945885スラッシュ107949322013年5月25日閲覧。ありがとうございます。